ルシアていきましょう。さあ、3月31日になりました。決算です。売上高1800億円。費用は1618億円です。鉄道売上が511億、費用430億。道路運送売上297億、費用301億。資源関連売上591億、費用630億。加賀収入は400億、255億と、合計65億円プラスです。おはようございます。3年連続黒字達成しました。社長、都市計画課の六本木様がお越しになりました。失礼します。急な訪問で申し訳ありません。ついにこの町が新幹線の中間駅候補に選ばれました。他にも伝えに回るところがありまして、勝手ながら本日はこれにて失礼します。やりましたね。これで我が社は新幹線誘致できますね。さて、どこに新幹線駅、設置するか悩みどころですね。この町は開発の面積が狭いですから、新幹線駅に在来線ホームを追加すると良いでしょう。新幹線の線路は新幹線駅が完成したから作っていきます。線路の建設予定地に子会社ができると工事が止まってしまいます。工事を再開するには他社の子会社を買収してから撤去してください。線路の建設予定地にある公共施設は国から撤去する指針が出されています。ですので我が社が公共施設を買収し撤去する必要はありませんよ。ところで誘致のための資金もありますかな？資金に余裕がなかったら融資などで資金調達を図るのもいいでしょう。新幹線を誘致したら首が回らなくなったっていうのだけは避けましょうと。ございます。会社格付けって、BBB+の評価を受けました。ということで、ついに新幹線が使えるようになりました。下画面です。行く？もう一個こっちでも。新幹線、おぉ、900億円か。今が392億だから、お金借りちゃおっか。600億円ぐらい借ります。でも土地代があるから、700億？まあ、そんぐらいでいいでしょう。一応、株式のあれ、でやれるかな。あ、まだできないか。銀行。あ、すごい。1000億円以上借りれるんだ。すごいね。いつの間にかそんな大きくなっちゃって。もう持ち逃げするから関係ねえんだけど。もう社長退任してさっさと逃げるから別にどうでもいいんですけど。これでいいのかな？絶対返しません。これで、プランで。これですね。で、どこに建てるかなんですよね。あ、ここできるわ。なかなか発展しているだって。でもこんなところやだよね。こっちはどう？あ、ダメだって怒られちゃった。ここほとんど人がいないですね、だって。どっか空き地、いいところないかしら。あ、ここすごいいいんだって。あー、良さげー。でも、もうちょっとなんか、ここら辺とかどう？何もないところ。なんか建物建てほしいよね。この辺りとか。ここにしてみましょうか。ちょっと何もなさすぎるけど。あ、こっちどう？ダメ。どうでしょうか。発展するところもいいけどさ、あえて何もないところに建てるっていうのも良さそうじゃない？ここ中間駅だし。ここにしてみましょうか。こっからちょっと線路引くのもできそう。素敵。じゃ、ここにやってみましょう。ホームス一つ増やせばいいのかな？どうなるでしょうか。で、こっから下がる？あれ？じゃない、こっちで。あ、いいんじゃない？ちょっと、資材が邪魔だけど。ただいま、鉄道総延長90キロ達成しました。これ撤去して。こいつはどこまで行く？ちょっか。ギリギリこっちまで移して。これでどうでしょう。あ、駅の向きこれこっちなんだ。ずっとこっちだと思ってたわ。この赤い家の家だったんだ。残念。向き変更とかできないの？つかんできないんだ。一回撤去する？しょうがない。設定しなきゃいけないのがめんどくさいけど。あ、そこがいけないのか。じゃあ、ここの設定していきましょう。で、ここに新駅もう一個建てましょう。こっから先いけるかな？
まあ別にいっか。どうせ新幹線風したらすぐどっか行っちゃうんだし。新幹線さ、設置したからなんか比率下がってるとかあんのかな？あ、すごい下がってる。あらら。こうやって 80% 以下になっちゃってんじゃないのこれ。大丈夫なのかしら。あ、でも、達成になってるね。娯楽比率も下がっちゃってるわ。新幹線の駅の周りってさ、娯楽の施設とか立たないかな？でも、まだ資材が足りないね。比率下がったから、需要がすごいのかな、今。こっちもちょっと生産が全然間に合ってない。工場立てよう。微妙だけど、まあ、いっか。ここら辺だと、何がいいんだろう。タワーとかもね。うわぁ、すごい。このやつ立てたらどうなんだろう。まあ、そのうち立地良くなるのかな。ちょっと立ててみよう。では少しの間、っていうか結構放置させてみたいと思います。ついに経営目標を達成しましたな。赤字路線の運営から始まったのが遠い昔のようですな。親会社の幹部は我々の目標達成に驚いているとの噂を耳にしております。経営畑が歩いてきて今日が最も思い出深い日になりました。社長ありがとうございました。引き続きよろしくお願いしますぞ。ということで、まだ新幹線は立ちません。東京タワーは立ちました。売上の方はまあ取れてるみたいです。稼働率が 20% ってなってますね。それでも売り上げ取ってるのはなかなか素晴らしいと思います。あと少しなんだよね。あと51日です。あと少しで完成、楽しみですね。これ娯楽の比率って上がってんのかな。いや、あんまり上がってないね。 23% もう一個立てちゃうもう一個立てちゃう。今171億円あるんだよね。まあでも土地の価格がちょっとあれだな。200億円ぐらいだったらもう一個建てちゃいましょうか。こんな東京タワーばっかの街に住みたいかってね。私は住みたい。ここあと道路引いてみました。あまりにもここに資材来なかったのでちょっと我慢できず、道路建ててみました。結構いい感じですよね。いい感じなんだけど、ここがちょっとひどい。ちょっと地下道路ができないことを知らなくて、なんかもうすごいごたごたになっちゃったけど。まあいいでしょう、別に。誰も困りはしない、こんなことしても。あとはここに伐採所建てました。それぐらいでしょうか。完成が楽しみですね。早く新幹線通ってほしい。あとここ、電車通し忘れてたんで通しました。ちょっと合流をグリアにしたんですけど、ちょっと多すぎたかな。ただいます。年間の売上高2000億円達成しました。でもまあ売上取れてるし、まあこれでいいかな。他のところはどうでしょう。他のところはまあ、変わってるのかなって感じ。ここの工場どう？ 11.6 個か。回ってるからいっか。他のところは？住宅が多いね。あんまりビルとか建ってくれてない感じ。こっちは？こっちもあんまり変わってない感じ？マンションが多いね。ビルは少ないけど。じゃあ本日はここで、一旦終わりにしましょう。きっと次回が最終回、最終回というかこのシナリオクリアできるんではないでしょうか。
楽しみですね。はい、ではここ一旦終わりたいと思います。あ、資金が200億円超えてたわ。最後、ちょっと立てて終わろう。あ、隣に立てちゃった。あ、間違えた。あ、これはもう、あ、いつ、まあいいでしょう。東京タワーの隣に東京タワーができてしまいます。次回はその東京タワーができたところからお伝えします。はい、ありがとうございました。